他事務所の、はい、ちょめちょめクラブの大島くんと、はい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 、東大ヤンキー沢山くんにイベント呼ばれまして、はいはい、両方とも東大出身なんですよ、はいはい、すごいね、僕も東大出身で、東大でもんな、あのびっくりしたインテリトークライブ難題っていうすごい、ね、あのタイトルのトークライブ呼ばれまして、うんうん、前半終わって、ね、一回休憩挟まったんですね、うん、で休憩になったら一、うん、人ねふっとこう楽屋に現れた人がいたんです、うんはい、カズレーザーさんがあって、カズレーザーさんは別に呼ばれてもないんですけど、うん、クイズ好きすぎて、うん、検索してクイズの頂上決戦が行われるっていうのを聞いてすごっフラッとやってきはったんですよ、おはようございますみたいな感じになってすごいな、ね、大島くんとか沢山くんから見ても先輩やし、うん、みんなももちろんクイズの実力知ってるからふわみたいな、大島くんがちょっと恐る恐る主催やから、はいはい、ちょっとこんなネタあれですけど、うん、出てもらえますかって言ったら、うん、僕も問題考えますよっつって学園でフリップに書き出して、で後半で沢山くんのクイズ、うん大島くんのクイズやった後、うん、じゃあ終わりましょうかってガラガラってなって、うん、カズレさんバーッとおいーす、うん、キャーええー、すげえ、そう、もうクイズ好きからしてもカニみたいな人で、なるほど、で、なんかねめちゃめちゃ面白かった。クイズもその企画、うん、その面白いのが、うん、穴虫食いになってんね、うん、丸丸丸丸丸丸埋めてくださいねけど、はいはいはい、見えている部分もあるわけやんか、虫食いでね、見えている部分が全部灯台になるように、してくれてんのよ。すごい、そんなの即興で書いてる。そう、即興でバーって書いてて。例えば丸丸とう丸丸丸大丸丸やったら、うんうん、これはまああれ大東文化大学って埋めるとか、あーはーはーはー、例えばね、例えば丸丸東大やったら、うんうん、断東大あのギロチンって埋めるみたいな、あそれをもうねもう 10問ぐらい、これ東大のライブやからみたいなんで、すごい作って、いやでもすごいよな、すごいですね、いややっぱ頭いいんや、即興で頭問題作って、そう作るのがまたねすごかったですよね、作るむずいよだって、うん、なあ